さあ今回は最強装備モンスターハンターライズ最強装備残烈ライト4人部隊、こちらをねご覧いただこうかなと思ってます。モンスターハンターワールドの時はね結構4人部隊やってたんですよね。僕あのスラッシュアックス部隊とかやってたんですけども、今回もいろいろ4人部隊やっていこうと思うんですけども、今日はですね、スラッシュアックスじゃなくてライトボウガン残烈弾ぶっぱい4人部隊をねちょっと見ていこう行こうかなと思ってます。撮影はうちのメンバーシップのねメンバーに手伝ってもらってやってます。でみんな同じ装備です。で装備解説は中間ぐらいに挟んでるんで、トレプレ何分か出しておきますけども、今回は後付けで解説を入れていこうかなと思っております。でとりあえずですね展開を入れまして、で攻撃力アップした状態であとはひたすらですねなんか、適当にあの黒い塊のところに、この残烈弾をぶち込んでいくだけっていう簡単なお仕事、この黒い塊にひたすらにこの残烈弾を打ち込んでいくだけっていうね、これプレイングスキルマジで関係ありません。一切目標をセンターに入れてスイッチ押していくだけ、目標をセンターに入れてスイッチ、目標をセンターに入れてスイッチっていうここだけです。で、たまにね、旋回回避を入れて、攻撃力をアップさせていくっていう。で、まあ、ラージャンが近くに行ったら、起爆榴弾っていう特殊射撃を撃っていくっていう感じですね。ああ、来た、やばいやばい。で、これ近づいてきたらね、ちょっと危ないんで逃げてください。で、またちょっと遠くなったらまた撃ってください。これたまに旋回入れてね、これ、いや、脳死すぎる。あまりにも脳死。これマジ誰でもできるんです。あ、やべ、エイム力ゴミなんで、さあ、捕まりました。捕まってしまったんですけど、これダウンか。今、捕まってしまったんですけど、かけり虫あれば逃げれるんで、捕まってる間みんな撃ち放題なんでね、みんな。他のキャラっていうか、他のメンバーは。なんで、あえて捕まるというプレイングも意外とある。さあ、で、ぶっ込んで、まあ、頭にはね、なかなか入れにくいかもしれないけど、まあ、ケツでもいいっす。これは。最悪別にケツでもいい。そこそこのダメージ、まあ、そこそこ入るんで、まあ、そんなに、なんだろうな。言葉って絶対頭に打たなきゃいけないとか絶対腕に打たなきゃいけないみたいな考え方はなくてもいいですね。で、まあ、狙えるんだったらまあ頭はもちろん狙った方がいいけど、はい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 。で、なんかもう一度もうエフェクトやばすぎてさ、ちょライズの、いけないところ言っていいですか。これエフェクト多すぎるのと画像の解像度がちょっと低すぎてマジでモンスターどっち向いてるかわからねえっていう。あー、リオレイヤーさん来たー。リオレイヤさん来た。リオレイヤさん来たら使うし、来てなくても別にタイムそんな変わんないんで、別に大丈夫です、これ。使わなくても別にいいです。リオレイヤはね。で、まあしっかりとね、調合はちなみにショートカットで、入れてもらって、残烈弾はしっかりとね、打ってもらうと。で、残烈弾がなくなること結構あるんですよ。これ。この残烈弾強すぎるんですけど、弾そんないっぱい持ち込めないんで、そういう時は、通常弾レベル2を打ってもらって、で、逃げた後に、ラージャが逃げた後に、残烈弾を回収に行くって感じですね、テントに。でも脳死です、あとは。はい、もう脳死に。で、これは今もう弾切れたんで、レベル2通常弾打ってます。レベル2の通常弾をひたすら打っていくっていう。弾ないんで。そろそろ確かね、弱るんですよね。ああ、弱りましたね。はい。もう瀕死状なんで、捕獲用麻酔弾をしっかりと打ち込んでいくと。はい、バコン、バコンと。はい、終わりでーす。この速度で終わります。で、ちなみに、捕獲すると、落とし物拾う時間ちょっとないんですよ。なんで、普段やるときはもしかしたら、落とし物拾ってから捕獲用麻酔弾を撃って、っていう流れやった方がいいかもしれないです。これ今回はちょっとタイムアタックしたんで、どんぐらいできるかみたいな感じだったんで、捕獲用麻酔弾撃って、捕獲してから落とし物拾ってますけど、普通だったら落とし物拾ってからの方がまあ惜しいかなっていう感じですね。さあ、これで、まあ報酬もしっかりとゲットして、で、何分かっていうと3分32秒と。だいたいこのくらいのタイムで帰れますね。4人でやると。マジで強いです。はい。このゲームのバランス崩壊しました。装備紹介行きましょう。さあ、今ね、見ていただいた通り、めちゃくちゃ強いんですよ。これちなみにラージャンだけじゃなくて、例えばマガイマガドとか、結構動きが速くて弱点狙いにくいモンスターとか、で怒りやすいモンスターとかであればこれいくらでも担いでいけるかなと思ってます。で、このスキルの構成ちょいちょい説明していきたいなと思うんですが、これ普通弱点特攻とか積むんですよ、装備作る場合ね。だけどこれなんでこれ攻撃と挑戦者にしてるかっていうと、ラージャンとか、まあ、マガイマガトとかもそうだけど弱点狙いにくいんですよね。これライトボウガンって
モンスターの頭とかの前にいると被弾して結構事故るんですよ。なんで結構ケツにぶち込むことが多くて、弾をケツにぶち込んで、残裂弾のいいところっていうのはケツにぶち込んでもそのダメージがちゃんと出ることなんですよね。で、弱点じゃないと、でもケツとか足とかはだから弱点特攻あんまり意味ないですよね。なので、まあ、渾身とかだったらまだ意味ありますけど、あんまり意味ないんで、なんで普通にシンプルな火力を上げるっていう、底上げするっていう、そういう意識を持って作りました。で、攻撃レベル7はこれ今回からね、ワールドの時違ったんだけどね、確かね、これレベル4以上にすると攻撃力を 1.0 何倍し、攻撃力をプラスなんとか、そういう感じのスキルになったんで結構強いんですよ。でレベル7まで上げると攻撃力を 1.1 倍するっていうね、なんか無属性強化みたいな、ワールドでいうところの無属性強化みたいなスキルが入るんで、これ結構強いと。でさらに対ラージャンに関してなんですけども、ラージャンってめちゃくちゃ怒ってるんですよね。常に怒ってるんですよ、あいつ常にぶち切れてるんで、要は黒いさゴリラの状態が起こってない状態なんですけども、もう金色に毛が光った時点でも怒ってるんですよ。で手が赤くなったらもうもっと怒ってるって感じなんだけども、ほぼ怒ってるんですよ。なんでこの挑戦者が結構ずっと発動するんですね。でスキル発動中攻撃力がプラス16、ちょっと挑戦者4までしか5石の関係上漏れなかったんだけども、回心率プラス 10% に攻撃力がプラス16されるんで結構強い。なのでここで火力を上げていくっていう感じですね。であとは残裂ライト、まあ使ってる人もいるかもしれないけど、普通に弾丸節約ね、これ発動確率を、20% で、弾丸が減らなくなるっていう、打って要は打ってんのに打ってなかったことになるみたいな感じなんで、これ強いと。で装填速度レベル3は即座にね、リロードできないとちょっと、まあ、バン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 打っていけないんで、まあ、レベル3にしていると。で反動軽減も同じように3にしている。で装填拡張は残裂弾しかほとんど打てないんで、残裂弾を、拡張する場合レベル2で止めればいいんで、2までですよと。であとは全部おまけですね。一応射撃強化入ってるんで、起爆榴弾っていうライトボウガンを設置するして、なんかバン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 爆発するやつあるでしょ、あれ の, 打点は上がる一応レベル1、まあ、レベル2まで積んだらもっと上がるけどね、はい、これはおまけです。でも結構で、このひるみ軽減なんですけども、これいります、必ず。なんでかっていうと、この起爆榴弾を設置しに行くときにひるみ軽減ないと、その設置してる最中に撃たれたりとか攻撃されるとうっってなるんですよね。ひるんじゃうんですよね。なのでこれレベル1積んでください、必ず。はい、ボウガンはこの、ジンオーガのライトボウガンで、ロングバレル強化パーツにしてて、で、100流スロットは攻撃力強化ですね。はい、でも攻撃全部です。はい、で、ボウガンなんですけども、バイク S、ヘルム、ウツシ、ウラ、レウス S、ジャナク S、ゴシャ S、これ、なんていうのこれ、神綱嵐、神綱嵐の5石、はい、これを、まあ、ぶち込んでると。で、装飾品なんですけど、装飾品はね、今出しとくわ、画面で。こんな感じの装飾品使ってますっていう画面を。シミュレーターをね、かけていただければ、わかるんですけど、自分の持ってるね、お守りによって結構変わってくると思うんですけども、さっき言ったように、必須なスキルっていうのが、弾丸節約さんと、装填速度さんと、反動軽減さんと、装填拡張に、までかな。なんで、あと攻撃とか挑戦者は自分の詰める限界まで積んでいただければいいかなと思ってます。あ、ひるみ軽減もそうだ。ひるみ軽減も必須だけど、あとはなんか自分が詰める限界まで積んでいただければと思ってます。スキルの、シミュレーターの使い方はまた別の動画出してるんで、よかったらそっちを見てください。でちなみに僕が持ってる5石は、これですね。弾丸節約レベル2、スロットが11っていうやつです。これあれば、誰でも作れるかな、この装備は。まあ、ちょっとこの辺はね、5石は本当自分の持ってるお守りと相談してくれ。じゃあ最後にですね、メンバーと一緒に借りながら、すげえ雑談しながらでも、こんだけ早いタイム出るんだよっていうところ見したいんで、まあ、そちらの様子をね、見ていただきながらお別れの挨拶とさせていただきます。それではまた次の装備紹介動画でお会いしましょう。もう優しいじゃないですか。まあ、いっぱいあるんでね。もうやな、決めます。あ、お薬決まったー。走った方がええ。お薬決まっていく。走った方がええしだ。走った方が早いやつ結構アドソンなんですよね。そうですね。あとね、こいつレイヤー来るんだよね。
はいはいはい。レイヤーさんね。お？魔改造されたレイヤーさんね。入った。お疲れっす。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと撮影しようか、ちょっとあの喋るのストップ。やべ、エイムゴミ、エイムうんこ。まあでも3分台は硬いだろう。エイムうんこマンがさ、エイムうんこマン3分台結構やばいよね、この装備ね。やばいですね。あ、エムシロールやばい。危ない、これじゃなかった。なんかフグさんが発動してますね、今回。フグさん、フグ狙ってるから今。ああ、フグさん、はい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 、フグさんね。フグ刺しうまいよ な、食べたことねえけど。 あ無理、それそれちょっといけない。頑張って、私頑張ります。マジでエフェクトすごすぎてガチで何やってるか全然わからん。ドーンね、はい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 。標的にされてるぜ。おお。脳死。目標をセンターに入れてスイッチ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 。センターに入れてスイッチ。目標をセンターに入れてスイッチ。乗ればいいんでしょ。どうせ僕しか乗れない。どうせ僕しか乗れないんだから、カシャン。カシャン。これ爆発する？大丈夫？あ、爆発する。目標をセンターに入れてスイッチ。スイッチ落ちるじゃねえか、こっち。ああ、痛い。おっと、ダウンか？巻き切った。巻き切ったナイス。鉄鋼レーダーも入れとこう。ナイス。鉄鋼レーダーもぶち込んどいて。鉄鋼レーダーこれ。残列弾、残列中。来たー来たー、神ゲー。鉄鋼レーダー神ゲー。やばい、残列弾がなくなりそうです。リュウ選手、残念なんかもうあと残り2発になってしまいました。これは厳しいか、これは厳しいか、これは厳しい。さあもう通常弾しか撃つのがカワウソが近づきました。さあカワウソ先生が近づけてしまいました。あーっと、これで捕獲麻酔、捕獲用麻酔でもぶち込んでいきます。お疲れ様でした。目標をセンターに入れてスイッチしか行ってないよ俺。ああ3分29秒。3分半切ってた。移動がロス。移動がロス。いやこれマジで世界のラージャン多分絶滅するわこれ。この速度でやってたら。